こんにちは、名曲ワンポイント解説の動画へようこそ。今回はモーツァルトの音楽の冗談から抜粋して紹介していきたいと思います。前回から未来を先取りした名曲をテーマに解説してるんですが、今回はモーツァルトが副調とトーンクラスターを先取りした例を紹介したいと思います。まずは今回のテーマとなる副調について解説したいと思います。副調は複数の調を同時に存在させる作曲技法です。例えばバルトークのミクロコスモス第125曲では、右手と左手がそれぞれ違う調でフレーズを奏でます。副調を使えば当然音のぶつかりが生まれて不協和な音楽となります。副調の用法が研究され始めたのは、調性の拡大が推し進められた後期ロマン派の時代です。20世紀に入ると副調はよくある作曲技法の一つとなりました。さて、今回紹介する名曲はモーツァルト作曲の音楽の冗談です。作曲の経緯や目的に謎は多いんですが、タイトルの通り音楽による冗談がコンセプトとなっています。編成はホルンと弦楽器という一般的なものなんですが、モーツァルトの普段の作風とは真逆の音楽的センスのない見苦しいフレーズがふんだんに盛り込まれたユニークな作品となっています。今回紹介するのはこの作品の終結部です。この曲の終わりに副調が使用されている箇所があるんですね。まずはこの楽譜を聴いてみましょう。なんともヘンテコな終わり方ですよね。最後の3小節間のみ壊滅的な不協和音となっています。ここの構造を分析してみたいと思います。まず見てお分かりの通り、最後の3小節間は楽器ごとに違う調が設定されています。つまり副調の状態なんですね。各楽器の調を順番に分析してみましょう。まずホルンは F ドゥア、第一バイオリンがGドゥア、第二バイオリンがアードゥア、ヴィオラがエスドゥア、チェロがベードゥア。これらを全部合わせるとこうなります。ぐちゃぐちゃですよね。20世紀の作品に現れる副調であっても、2つの調を同時に存在させる手法が多いです。このモーツァルトの例は5つの調を、それも遠隔調を含む調同士を同時存在させているため、もはやそれぞれの調が判別できないほどの混沌とした響きを生んでいます。その意味でこの曲はトーンクラスターの洗礼とも言えるわけです。トーンクラスターは隣り合った音同士を同時に鳴らして不協和な音を鳴らす手法のことです。それではモーツァルトが書いたこの終結部は何を表現しているんでしょうか。それはおそらく音楽の失敗であろうと思います。調という概念は近世以降の西洋音楽の極めて重要な要素であり、適切な調で演奏できることは音楽家にとって不可欠な素養なんです。音楽の素養がない下手くそな音楽家が調を揃えないで演奏したらどうなるか、それをモーツァルトは冗談として表現したのかもしれないですね。音楽の冗談はその特殊なコンセプトで有名ですが、単なるジョーク音楽以上の意味を持っていると思います。というのはこの音楽からは大作曲家による音楽の失敗例が学べるからです。普通は作曲家はいい音楽を世に発信するものですよね。だから世界で聴かれている音楽のほとんどがいい音楽なんですよ。逆に私たちが悪い音楽に接する機会はそう多くはないんですね。そのためこの作品は音楽の学習者にとって重要な意味を持つと思います。例えばこの作品の冒頭を聞いてみましょうか。フレーズの区切り方が不自然で、音楽の正しい流れが分断されているような印象を受けますよね。モーツァルトほどの大作曲家が失敗例を残してくれていることは非常にありがたいことです。私たちはこの曲を分析して書いてはいけない音遣いを学べるわけです。この作品はジョークではあるんですが、演奏時間や構造の面では十分な内容を備えています。
だから、ある意味で、モーツァルトが心血を注ぎ込んだ作品であることは間違いないんです。くだらない作品であれば、そもそも時間と労力を割いて制作したりしないですからね。ということで、今回は、モーツァルトの音楽の冗談を紹介させていただきました。大作曲家の作品群の中で、一般的にはあまり評価をされてなかったり、取るに足らないと考えられている作品から、私たちがたくさんのことを学べることは多いと思います。どんな音楽にも真剣に向き合うことが大事なのだと私は思います。というわけで今回は終了です。どうもありがとうございました。